離れるときにまたこの札幌は離れたくないと言って大切な大事を待機をするが強い言われているこの札幌であります。なぜこの札幌はそれだけの実況を保持するかと言いますか、都市としての便利さ、あるいはとても気持ちのある施設、ドームや、あるいは